崎朗希投手が早ければ24年のシーズン終了後にも、ポスティングシステムでのメジャー移籍が容認される可能性が浮上した。佐々木朗希が今オフのメジャー挑戦を要望したと報じられ、高坂球団社長は、ここの選手の契約に関する話に関しては、差し控えさせていただきます、と話すにとどめたが、成績次第では希望を叶える方針だ。頑張ってほしい。怪我しないで頑張ってくれ。まだ早い、もっと日本で見ていたい。期待が高まるなぁ。成績次第か、活躍が条件って応援してる。メジャーでの活躍も見たい。よし、1年ローテ守って海外へ。沢村賞獲得してロッテを優勝に導いてくれ。200奪三振いけば申し分なしやろ。今年ローテを1年守ってぶっちぎりの成績でメジャー行ってほしい。ローテーションを1年守って最多勝争いくらいは必要かな。イニングと防御率その他もろもろ次第か。20勝とリーグ優勝が絶対条件だと思う。応援するけど、どんどん NPB が寂しくなるな。沢村賞取れれば送り出しても良いとは思うけど、 MLB の25歳ルールがどうなるか。ローテ投げ切って沢村賞取ってから行ってほしい。最低ラインは沢村賞は取らなあかんで。もちろん MLB に行ってほしい。まさに今年の成績次第かな。1シーズンを先発ローテの柱としてフル稼働してポストシーズン進出に導いて、投手三冠タイトルどれか一つ取るくらいじゃないと。今まで単発の試合ではすごい活躍だったけど、離脱も多くてチームに負担をかけてるからな。とはいえ、規定到達、防御率2000前後、最多勝、最多奪三振ぐらいしてくれないと手放したくないよな。今年無双状態なら自信にはなるとは思う。もし来年沢村賞とか取ったら文句つけようはないやろうな。メジャーに行きたい気持ちはわかるけど、あと2年、日本で無双して25歳で海を渡った方がいいと思う。後悔のない1年を送れるよう、1マリーンズファンとして一生懸命応援する。WBC がそれだけ刺激強かったってことやろうな。